ですよ。悪いでしょ。悪くないですよ。ご飯の時お箸どっちですか。こっち。で、こう。頭悪い。ぐらいのやつ、最後ですから、お願いしますね。はい。最近ね、疲れが取れないんですよ。らしくないじゃない。疲れが取れない。まあ、若くはないからね、もう俺ら。ね、30歳。今年いくつだっけ。30。やめてくんね。恥ずかしい。そうですか。36だよ。とっくに追い抜いたんですか。じゃないよ。はい。36にもなるとね。うん。じゃ疲れも取れる。まあ、あんま寝てないとかじゃないの。いっぱい寝てるんですよ。どんぐらい寝てる。こんくらい。どんぐらい寝てる。目方で言わないで何時間とか言って、うん、まあ、結構寝てそうよ。寝てるんですけども疲れ取れない、うん、正しいお風呂の入り方ができたからとかね。後半が俺が悪いのか。正しいお風呂の入り方ができてなかったんですよ。できてなかった。うん。正しいお風呂の入り方。正しいお風呂の入り方。お風呂の入り方正しいのか正しくないのか、うん、あるんですよ。あんだ。お風呂入れば疲れ取れるってよく言うけどね、うんうんうん、正しい入り方しないと疲れ取れる。そうなんです。知ってる。正しい入り方、うん、調べてきましたんで。調べてちゃう。はい。何で調べた、うん、オルガンで調べた。オルガンじゃ出ないオルガンじゃ出ないから。ワンオンしか、うん、パソコンで調べた、うん、教えてよ。じゃあ俺らに。それでは聞いてください。正しいお風呂の入り方。歌うことはねえから喋って確実に教えてよ。疲れ取りたいんだから。まずお風呂に入る前に、うん、お水の一杯飲みます。水のコップ一杯のお水を飲みます。コップ一杯の水を飲みます。お水を飲みます。どんぐらいのコップがある？まあ、これぐらいのね。まあ、まあ普通のサイズ。普通の皆さんの。乾杯用のグラスぐらいでいい。そうそうそう。それぐらいの人を飲みますね。うん、まあ、水分補給ですからな。その後に温度が大事なんですね。温度、なんかお湯の。皆さん、熱い温度は結構好きじゃないですか。まあ、それは人によるけど。でも、42度とか、あんま熱い温度じゃダメなんですよ。42で高すぎる。42っていうよりは40度ぐらいの方がいいんですよ。それは2度で違う、うん、2度で違いますね。あ、そう。40度の方がいいんだ。40度とかちょっとぬるま湯ぐらいの方が体はリラックスするんですよ。あ、あんま暑いと42度だと興奮してしまうんですよ。体興奮してしまう。だから全然体が休まらないんですよ。ああ、うん、もうなんかこう違う神経刺激されちゃう、うん、あ、なるほどね。それじゃ意味ない。だから入る前に体の温度チェック。ああ、いなくなったから温度チェック。あ、ええんだ。体温度チェック。温度チェックね。温度チェック触って、うん、あ、過ぎないかなっていうね。なるほどなるほど。水飲んで温度チェック。温度チェックまで OK です。その後に、入るんですけども、お風呂が、うん、はい、お湯を飲んで、その後はガラガラガラで温度チェックをするでしょ、うん、その後にかけ湯をしてから入るんですけども、ダメだよ。ダメだよ。ちゃんと知りたいけど俺ら。これも覚えちゃうから、こっちで一回ここ、こっから先一回、ま、なんか混ぜたりするタイプ。混ぜないけどね。まずお水を飲んで、その後に入って温度チェックをして、40度だから大丈夫。42度だったら興奮しちゃいます。ガルルルルってなっちゃいます。なっちゃって、その後かけ湯を必ずしてくださいね。かけ湯をして、その後に、こう、入るんですけども、だって湯船ね、ここがメイン。いっぱい入りそうですけども、必ず。いっぱい入りそうだね。絶対半身浴してください。半身浴はよく効くわ、確かに、うん、これリラックスできる。この水落ちより上をつけるようにしてくださいね。下だろ、絶対。何水落ちより上がつけるの。鏡みたいな状態になる。下が多い。下でしたね。下でしょ、下でつけてください、うん、それを2分ぐらい、2分ぐらいつけていただいて、2を出すとき縦にやるから1みたいな。その後は全身浴ですね。めちゃくちゃやばい。全身浴中心とは口多分使ってるえ、そのこれを、まあ、10分ぐらい、まあ、ここが一番メインしまして、お湯が、その後にお湯置いてこいよ。シャンプーですね。シャンプーでも ワンプッシュぐらいでいいんですよ。あんまりあの液体をつけると体良くないって言いますんで、ワンプッシュして、これなんで律儀に待ってるんだよ。洗うよ。みんなそれぞれでやるからいいよ。その後もう流せよ、あんたが。その後入ります。これもまあこれは何、どこまで入る。これは全身浴。全身浴5分ぐらい。なんでゲップ出そうなの。で、うん、まあ、扉が開きましたね。ああ知らないですよ、お前が設けた扉なんて。こうなって、こうなって、こうなっておかしい。こうなって、こうなって、こうじゃない。おかしい。こうなって、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 バーってなった。最後に必ず、どういうお風呂入る。 お水を飲みます、必ず。最初と最後に。最初と最後に。汗かいた分、まあ、お風呂入ったらね、汗かくから。最後に飲む。それもコップ1杯。はい。ちょっともっかい教えて。手順が多い。まずお水を飲みます。うん、ここで扉を開けます、はい。服を脱ぎますね。服をまず脱いでるもんだと思ってるんですよ。まず服を脱ぎます。その、どのタイミングで。お水を飲んだ後に服を脱ぎます。あ、水は。服を脱いで、ガラガラガラ、温度チェックですね。温度チェックをして40度大丈夫。
掛け湯ですね、掛け湯をして、これ半身浴42度うん、あ、一緒です一回お水飲みましょうね水飲んで覚えてる水飲むのはもうコップ持ってきちゃいましたまたお水を飲んでコップ置いてきてで、服着てんじゃないのお前服を着てますね服を脱いだ後に温度チェックをして40度大丈夫42度だとガラルルルってなっちゃうんで気をつけて掛け湯を危ない危ないんだよ呼ばれをした後にお風呂は半身浴水を処理した起きてるそれ何分これを2分2分ね2分行った後にこれ全身はい次やん全身浴ですね全身浴で入った後にこれできますねもういいよ、もう飛ばして洗うから自分だけ流せよ流して流して流さよショープールみたいな入りますねガラ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 でお水をもう一回飲むじゃあもう一回テンポだけやってくれない分かんないよ途中止めるのでもパン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 ぐらいお水を飲む服を脱ぐお水を飲む服を脱ぐ扉を開ける温度を測る掛け湯を何やってんの温度を測る40度だから40度だから大丈夫お水を飲む服を脱ぐお味噌を飲む服を脱ぐ扉を開ける温度を測る40度掛け湯をかける掛け湯をかける温度あ全身浴者さん半身浴です半身浴全身浴半身浴全身浴で掛け湯ですねやってまたちょっと頭からやってお水を飲む半身浴お水を飲む扉を開ける服を脱がないとねお水を飲んで服を脱いで同僚だよもうこんだけ水飲んでたら掛け湯をするあ温度測るんだお水を飲む掛け湯をするやめてやんか我慢でやお水を飲む服を脱ぐ掛け湯をする扉を開ける掛け湯温度を測る扉を閉める温度を測る掛け湯をする温度は40度だ半身浴半身浴全身浴どんなぐらい入ってるでシャンプー髪型をしないお風呂に入るお風呂に入るは全然風呂だろうでお水を飲むみたいな疲れちゃった？お風呂入る？うぜえ！